母ほどの難局に陥りながら、なぜ弾薬を使わぬ。俺はこの時を待っていた。弾薬の加工、何としてでもここで立つ。邪魔者同士、殺し合うがよい。一直跑，一直跑，好，一直玩。戦乱の元凶を知った俺は、右吉討伐を決意した。相手は弾薬をばらまき、妖魔を操る狂乱の同志。生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、
そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は忠誠を装って董卓の元へ潜り込み、宇吉の動向を探った。仮面の奥に真意を隠して、弾薬を美羽へ運ばせ、諸侯に広まるのは防いだものの、宇吉の行方は一向につかめず、焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い使わずにいれば、宇吉は姿を現すはず。策は当たった。だが俺の力は奴に一歩及ばなかった。俺を倒した強者よ、宇吉を撃て。妖気の根を断つはお前に託す。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。関東をはじめ多くの拠点が炎章の手に落ちたようだ。兄者と益徳も行方が分からぬ。関羽殿、貴殿さえ良ければ一時曹操殿の世話になるのはいかがか。劉備殿を探すにもまずは目の前の敵を撃たねばならん。うん。炎章様の星が落ちるとは。天の星が新たに3つ、何かの兆しでしょうか。